三河駅は、北海道夕張組由二町西三河にある、北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。電報略号は三河。岐阜駅から東駅まで伏線、東駅から岩見沢駅までは、ユニ駅栗山駅間を除き単線である。1976年の三河駅と、周囲 1km 範囲。上が、岩見沢方面。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名より、当地は1891年に、愛知県出身の加藤平五郎を率いる20個の入植者によって開拓が始まり、故郷にちなんで付けられた。なお、三河が三河となった理由については、故国の名をそのまま付けるのは故国を汚す恐れがあるから、とされている。短式ホーム。 島式ホーム複合型に面2線を有する地上駅で単線区間と複線区間の接点となる列車交換可能な交換駅。互いのホームは単式ホーム南側と島式ホーム北側を結んだ湖線橋で連絡している。湖線橋は L 字を背中合わせにつけた形態である。線路東側の駅舎側単式ホームが上り一番線。 対抗側島式ホームが下り2番線となっている。その他1993年3月時点では、1番線のおしゃまんべ方から分岐し、駅舎南側のホーム切りかきき部分の貨物ホームへの貨物側線を一線、2番線の岩見沢方からおしゃまんべ方面へ、構内外側へ分岐する、行き止まりの側線を一線、2番線側に安全側線を一線有していた。 かつては、単式ホーム、島式ホーム複合型に面参戦の配線であった4月時点では、この配線、このうち上下共用の抽選が撤去された形となっている。追い分け駅管理の無人駅。駅舎は、校内の東側に位置し、単式ホーム中央部分に接している。有人駅時代の駅舎は改築され、阿比良駅、古山駅、 立高市駅と同系の駅舎となっている。破風及び側面のラインの配色は青色となっている。駅舎内に待合所の他管理事務室、トイレを有する。1日の平均乗降人員は以下の通りである。周辺は田園地帯であり、その中の集落にある駅。駅前広場にはレンガ作り、難易紙作りの倉庫が並んでいる。ありがとうございます。